こんにちは、フィーフィーです。米中派遣争いの中で事実上の敗北宣言とも取られる発言をしたファーウェイ幹部。このままファーウェイやその他の中国企業はアメリカにどこまで追い込まれていくのでしょう。8月17日に中国のファーウェイとそれに関連する企業に対して制裁措置の強化を宣言していたアメリカ。 これによってアメリカの技術を使用して作られた半導体やアメリカのソフトウェアのファーウェイへの供給が事実上全面禁止となりましたアメリカがなぜファーウェイに対しこのような制裁措置に出たのかまずこの問題の根底にあるのはアメリカと中国の覇権争いなんですね でその中で最も重要なのがテクノロジーの向上。最先端技術を制する者は世界を制する。中国はサイバースパイ活動してまでアメリカなど先進国から最先端技術を盗み取ろうとしていた。中国政府はスパイ活動をするためにアメリカなどで販売される中国製品の通信機器やシステムにスパイウェアを植え込んだとされています。 このスパイ活動を行ったと疑われているのが 5G など最先端技術をめぐる米中の派遣争いの中で中国を代表するテクノロジー企業であるファーウェイなんですアメリカはファーウェイ製品が安全保障上の脅威であるとして同盟国に調達しないように呼びかけまた 5G 市場からファーウェイの危機器を排除しようと動いています しかし、中国に対するスタンスも国によってバラバラ。また、例えば、ファーウェイのスマホは他のメーカーより安いこともあって、ヨーロッパやアジアでは、ファーウェイの機器を導入する国も少なくないんです。中国のファーウェイ排除にアメリカが乗り出すも、各国の足並みがなかなか揃いませんでした。そんな中で、なんとファーウェイがスマホ事業から撤退する可能性があると報じられました。 これを報じたのが台湾のネットニュースメディア電子時報。ファーウェイの幹部が最近スマホ事業から撤退する可能性があると台湾の半導体業界の関係者に伝えたようだとこう報じたんです。ファーウェイの幹部の発言はアメリカによる制裁措置の強化によりファーウェイのスマホ事業がなくなるのではと受け取られました。 また中国のメディアも専門家の話として9月の15日以降ファーウェイはスマホの部品を調達できるかどうかにかかわらず競争力と市場のシェアにおいて影響を受けるだから最悪スマホ市場から撤退することになるだろうとこう報じていますえ実はファーウェイに関してはそれより以前から海外市場で苦戦していると報じられていました 他の中国のメディアもこれについて次のように報じています。ファーウェイは2019年度の決算説明会でアメリカによる輸出規制の影響で海外向けのスマホ事業の売り上げが少なくとも100億ドル、約1兆750億円失われたと説明したとこう伝えているんですね。しかもファーウェイの会長は これをアメリカから部品やソフトウェアの調達ができず、その代わりを研究開発するために膨大な投資をしたためだと説明しています。この状況下では、この先、これまでと同じような利益を追求することはできない。まずは生き延びることが第一の目標だと、こう語ったというんです。 これは事実上のファーウェイの敗北宣言として受け取られていますアメリカとの派遣争いの中で追い詰められたファーウェイアメリカによる制裁措置のためにまずここまで半導体の調達に苦しむとは思ってもいなかったでしょうアメリカは諸外国同盟国にもファーウェイとの取引を停止するように指示していてそれによりファーウェイは 台湾の大手半導体メーカーである TSMC、また韓国のサムスン電子からも今後は半導体を購入できなくなってしまいます。アメリカはこの制裁措置について何も突然行ったわけではなく、調達する移行機関として猶予も与えた。 ポンペオ国務長官は特にファーウェイの顧客など影響を受ける企業や個人に対し変更や事業の見直しのための時間も十分許してきたがもうその時間も終わったとコメントしています今回のアメリカによるファーウェイへの制裁によりファーウェイは半導体の調達において窮地に立たされているだけではなく もう一つ大きな問題を抱えることになるでしょうアメリカはファーウェイにアメリカ製のソフトウェアの提供の停止も各社に指示していて例えばそうなると今後ファーウェイは新製品に Google モバイルサービスなどを搭載できなくなってしまいます もちろん、すでに販売されている製品についても Google モバイルサービスのアップデートができなくなります。Google は2019年5月20日にファーウェイとのビジネスを一時停止すると発表しているので、当然今後もアメリカ政府の指示に従う方針です。 ちなみに、この Google モバイルサービスとはどういうものかというと、アメリカの Google 社が提供しているアプリをまとめたもの、Google 検索や YouTube また Gmail や Google マップなどがあります。そんなファーウェイ、アメリカが制裁措置によって Google との取引を禁じると見越して、実は独自の OS の開発を以前から進めていたんです。 2019年の8月9日には、ファーウェイが開発した OS ハーモニーもイベントで初公開しています。また、Apple Store のような独自のアプリストア、アプリギャラリーもスマホ端末に搭載しました。しかし、他のアプリストアに比べ断然アプリの数が少ない。そのため、ファーウェイはアプリギャラリーを充実するために開発など10億ドル、 約1056億円を投資しました。そしてファーウェイは先ほど説明した Google モバイルサービスに相当するファーウェイモバイルサービスも開発しました。ただこのサービスまだ肝心の独自で開発した OS ハーモニーには採用されていません。これについては追加で開発することが早急に求められています。 以上のようにアメリカの制裁措置に対応しようとファーウェイも動いていますが過去にアップルがアンドロイドに対抗して失敗したようにすでに軌道に乗っているライバル会社にこれから追いつくのは簡単ではありません半導体市場からそして 5G 競争とハイテク派遣争いから締め出されたファーウェイ 高い目標を掲げて今もアメリカに対抗する姿勢は見せているものの実際にはまだその目標の3分の1しか達成できていないと言いますここの先、半導体やソフトウェアを自給自給足しししながら目標達成することは非常に厳しいでしょう。冒頭で紹介したようにファーウェイの幹部は最近敗北を認めたような発言をしています。 まさかアメリカがここまでやるとは思ってもいなかったのでしょう。ここに来てようやくアメリカの一部の政治家がファーベイの死を本気で望んでいることに気がついたと言っていたそうです。最後に追い詰められた中国企業といえばファーベイだけではありません。 安全保障上の問題からアメリカ企業への売却命令が出ている SNS アプリ TikTok ですがアメリカ事業の争奪戦でアメリカのソフトウェア大手オラクルが勝ち取ったという報道がありましたしかしその報道の直後に事業売却に否定的な中国当局に配慮して技術提供だけに留める方針であるとこう報じられたんです で中国政府はトランプ大統領が指示した売却命令には今後も従わない構え。ここはプライドが許さないのでしょう。売却よりは閉鎖という考えであることが伝えられました。そして同じくアメリカに追い込まれた中国製の SNS アプリ WeChat。こちらはすでにアメリカとインドでアプリ業務が制限されています。 そしてその WeChat を運営するテンセントは中国国内からシンガポールに事業の中心拠点を移すと発表しました以上のように米中覇権争いの狭間で追い込まれた中国企業の動きを紹介してきましたが今後も中国の姿勢が変わらない限りアメリカは手を緩めず徹底的に中国を潰しにかかっていくのでしょう さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどのような感想をお持ちになりましたか、コメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。